一本歯の下駄。この下駄を悠々履けるような状態、体を作ることで脱力した状態を作れるよってところですね。力んじゃってる方は足が棒みたいになっちゃうんですね。ロボットみたいになる方になっちゃいますね。この脱力、しっかり理解することで皆さんのパフォーマンスラップにつながっていけると思います。早速やっていってみましょう。こんにちは、ドス回線アカデミーの須永です。今回は脱力についてやっていきたいと思います。最近ですね、 SNS の DM なんかでも脱力についての質問ちょくちょくいただくんですけども、脱力とはどういうことだ、そういったところの解説をしっかりとやっていきたいと思います。まずはですね、スポーツにおける脱力とは、そして脱力のメリットですね、最後に脱力するにはどうすればいいのかお話していきたいと思いますので、最後までご覧になってみてください。この脱力、しっかり理解することで皆さんのパフォーマンスラップにつながっていけると思います。早速やっていってみましょう。まずはですね、スポーツにおける脱力とはっていう話からしていきたいと思います。脱力っていうのは力が抜けた状態ですよね。結論から言うと、立ってる状態に必要な最低限度の力が抜けてる状態。立ってるのにぐっと力入れてる必要はないわけですよ。結構よくあると思うんですけど、腰下げてちょっと立ってるだけでもお尻に力入って足に力入ってとか、ガチガチになってる人多いと思うんですけど、硬いところが全部なくなって、立つのに必要最低限、特に力入れてないでも立ってますよっていう状態ができれば僕はいいと思います。それがスポーツにおける必要な脱力の状態。これでも結構ですね、力が入ってる方すごい多いんですよ。立ってこうしゃがんで相手待ってるだけでも腰に力が入って、太ももパンパンになってとか、肩に力が入ってっていう、こうギュッとなってるような状態ですよね。監督さんとかコーチとかにね、力入ってるから力抜けって言われるんですけど、別に入れたくて入れてるわけじゃないと思うんです。これなんでかっていうと、いわゆるこう精神的な緊張もあると思います。もう一つ今回メインになるのが構造的な問題です。立ち方が悪いんですよね。立ってる状態でもうすでにバランスが悪いんで、ちょっと腰かがめたぐらいでもグッと力が入っちゃうんですよ。お尻回り、腰回り、太もも、ここはメインですよね。でぐっとなってしまうような方がすごい多いと思うんですけど、これが抜けた状態でいることがそれだけでメリットになるわけです。力入ってないんで、もうそれだけで疲れなさそうなの分かりますよね。疲労はしにくいです。さらに動きの面でも余計な力、要は力みがないゼロの状態で待ってられるんで、動き出し、動きのキレとかですね、綺麗な動きが出せるようになります。速い動きなんかに対しても素早く対応できるようになってくるので、特にディフェンスなんかではね、必要な状態になりますよ。立ってる状態で力が入ってなければ、相手がパッと入ってきた時にこっちもパッと動きやすいよっていうのがまずすごいメリットになりますね。この辺のもう疲労感、動きの素早さだったりとか対応力の速さが脱力した状態のメリットになります。もちろんパワーに関しても硬い筋肉って力が出ないですから、柔らかい状態を保持して使えるべき時に使う、言うなればオールラウンドに体が動きやすく本来の動きが出やすいよねっていう状態ですね。それが脱力した状態のもう最大のメリットになります。これが成し得てないのに上乗せで筋力つけると、逆に体が動かなくなってとか、筋肉つけると足遅くなるっていうのは大体そういうパターンです。怪我しやすい選手なんかもその硬い状態のまま動こうと思って怪我しちゃうってことも多いですね。メリットがありますから、意識して脱力をできるための条件をしっかりちょっと整えていってもらえるといいと思います。最後ですね、脱力するためにはどうすればいいかってところのお話なんです。大事なところはですね、まずはしっかり立とうよっていうところからになってくるわけです。どうしてもこう姿勢が崩れてしまっている方が多いんですけど、その場合自分で頑張ってずっと支え続けなきゃいけないわけですよ。そうするとそこの筋肉って力が抜けないんです。なので力んだ状態、脱力できないよって状態ができちゃうので、立ってる状態を限りなく力が入らない状態を作っていきましょうっていうのがまず第一歩になります。他の動画で見ていただいている方はね、わかると思うんですが、うちではまず目安としてこの一本歯の下駄、こちらこれをちょっと目安に感覚を作らせていただいたりしています。本来だったらここにもう1本下駄の歯が入ってると思うんですけど、1本しかない状態です。この下駄を悠々履けるような状態、体を作ることで力が抜けた脱力した状態を作れるよっていうところですね。乗っていってみましょう。下駄を履いた状態、これで本来の立ってる状態と変わらないぐらいの感じで立てるような状態まで作れれば、体の力抜けてるねっていう指標にもなってくるわけです。立ってる感覚を養めても非常にいいですね。このでっかいやつ、特にこの後ろ目にあるやつはうちは使ってるんですけど、理由があります。姿勢の重心の位置がだいたい歯の位置になってくるわけです。その位置でバランス、重心がしっかり取れてる状態、要は余計な力がいらないよって状態であれば、そこに歯があるだけで十分バランスは取れるはずだよねっていうところなんですよ。だからこの後ろの歯のところで使ってます。もちろん真ん中にあるでも全然構わないです。この真ん中にあるやつでも似たような効果は得られます。より立ってる状態のレベルを上げようって考えると、僕はこっちの方がやりやすいんで使わせていただいてます。もちろんこれ止まるのって、ね、すごい難しいんですよ。僕も全くピタッとずっと止まってることはなかなかできないんですけど、立ってる状態プラス歩いてるこの感じですねが柔らかく作れてくると、非常に脱力した状態作りやすいと思います。体がこう硬い方に多いんですけど、力んじゃってる方はこの下駄を履くと足が棒みたいになっちゃうんですね。こうやって歩く方が非常に多いです。この歩き方だったら初めての人でもそんなにね歩くの難しくないですよ。これ実はこれでもね力み取れてないです。体がもう
一歩ガチンと硬くなってしまって、ロボットみたいな歩き方になってしまいますね。これなんでかっていうと、普段のこの前ももの力み、膝の力みがですね、下駄のバランスを取るのにフルで働いてギュッと締めてくれてるんで、膝がもう曲がらなくなっちゃってるんですよ。曲げるともうフラフラしちゃうんですね。ひどい人になるともう足がパコンって下に落ちちゃいます。どうすればうまく歩けるかっていうと、この姿勢が伸びた状態で仙骨に体重が乗り、股関節から体が動けていれば自然と足が曲がって普通にいわゆる立ってる状態と同じレベルで歩けるよねって状態なわけです。仙骨で支えて股関節で動く、はい、この感じですね。これができてれば柔らかく動けます。動作改善アカデミーチャンネルでは股関節の動き方だったり仙骨で支えて動いてっていうトレーニングをいろいろお伝えしてるわけですよ。だから脱力できて、まあ要は立ってるよねって状態が作りやすくなってきます。それができてればこの下駄を持ってても同じようにこうやって後ろ向きでも歩けますよね。下駄を持ってらっしゃる方なんかその辺を目安にですね、ちょっと立って歩いてを作ってもらえるとバッチリ脱力につながる体になってくると思いますね。よかったらやってみてください。最後になりますが、今回の脱力のお話、実はですね、ほんの触りの部分です。まだまだ本当に奥深い分野です。正直ですね、これを突き詰めてもうマスターしていくだけ、体の使い方もかなりうまくできちゃうよねっていう話になるぐらいのレベルの話です。奥深いからといって、ちょっとやっただけで諦めないでください。絶対に続けていくことで体変わりますから、筋トレとかやってる方なんかは、上乗せで足し算のイメージでやったと思うんですね。今回のように脱力する体とアカデミーでですね、やってるようなトレーニングは逆に引き算です。今まで生活の中で積み上げてきたエラーといいますかね、体のちょっと必要のない部分を削ぎ落としていくような感覚ですね。それがうまく掴めるようになるだけでも非常に体が変わってきます。ぜひですね、続けてみてください。いまいちその感覚掴みづらいなとか聞きたいことがあるという場合はですね、概要欄に公式 LINE 載っけてますから、そちらからぜひどしどしご相談ください。無料でご相談受け付けてますので、よかったらご登録してみていただければと思います。またこういったお話ですね、当チャンネルでまだまだどんどん発信していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価の方もしていただければと思います。ありがとうございました。